7代表の稲持直樹です。7スタイリストの松本壮太です。7スタイリストの水穂です。まずなりたい雰囲気とかなりたいスタイルをとりあえず聞き出したいので、写真をまず見せてもらいたいんですけど、明確なそのスタイルとかが、決まってないお客様もいたりするので、そういう時は自分のそのフォルダの中からちょっと探って、こういう雰囲気が似合うんじゃないかっていう風な提案したりとか、あとその前髪一つでもそのパッツン目がいいのかとか、その流し目がいいのかとか、女の子って結構顔周り一つで雰囲気変わったりするんで、もうその細かいところまでしっかりカウンセリングしてから、なりたい雰囲気とかを提案するように心がけてます。お客様の要望と自分がこうしてあげたい要望の食い違いっていうのがやっぱりあるんで、それをこうなるべくカウンセリングで限られた時間の中、お客さんの理想に近づけるような形で写真を見せてもらったりとか、あとその表現の方法で自分が思ってるようなことをしっかり伝えて、なるべくこう失敗のないように向こうの理想像に近づけるようなカウンセリングは一番に心がけてます。僕がこう今発信しているものでこう来る人が多いので、大体みんなこうやりたいスタイルっていうのがもうほぼ同じなので、このあまりこうカウンセリングに時間をかけるタイプじゃなくて、まあ、そのポイントポイントをしっかり聞いて、まあ、前髪の長さだったりとかはこう外さないように、そのあまり長く時間をかけないようにしてますね。何分ぐらいですか？いや、めっちゃ早いよね。めっちゃ早いです。1分ぐらいじゃないですか？新規の人でも結構稲本さん早くて、早いですね。あんまお待たせする時間なく施術に入ってるイメージは、そうですね、めちゃくちゃ早いですね。あんまり時間かけないですね。逆にめっちゃ時間かけるなってめっちゃ思うけど。めっちゃかけます。やっぱ結構不安なんで、その不安要素取り除きたいっていう気持ちと、まあ、お客さんの不安要素もしっかり取り除いた上でやりたいなって思うんで、やっぱめっちゃかけちゃいますね、時間。みずほの場合はなんかこう顔周りカットっていうのが今すごいなんかちょっとこうインスタで流行ってて、みずほの場合もほとんどそれが来てるだろ。はい、来てます。今自分もやってるし、なんか今日朝巻いてましたけどやるように、まあ、時間、女の子は僕とは違う感じだなっていうのはすごい、やっぱ女性っぽいっていうか、まあ、ちょっと長いなって思う時もあるんですけどでもちゃんとこう話して、なんか女性ならではのこうなんか感じなのかなっていう、まあ、逆に勉強になるところもすごい多いなっていう毎日ですね。みずほは何から仕入れてるの？その顔周りカットで。いや、顔周りカットは、いや普通になんか変化欲しくって、でも長さ変えたくなかったから、じゃあ横切ってみようかなっていう単純な考えで切って、そしたら結構周りの人注目してみると、やってる人とか、まあ、顔周りカットでもいろんな種類があったりとかで、まあ、普通に街中で見て、あ、ここのラインって結構可愛いんだとかは結構思って、まあ、お客さんに提案してみたりもあるし、まあ、ファッションとかも基本もう街中ですね、もう真似して、それを自分の洋服の中でいかに活かせるかってちょっと変えてやってるって感じなんで、まあ、SNS っていうかはどっちかというと外の人見て私は取り入れてますね。僕はこう逆にそのスタッフの女子を見て学んでるんですよね。なんか自分にはないものをやっぱ持ってる、まあ、20代スタッフがうち女の子が多いんですけど、なんかそういう子たちから学ぶのがリアルかなと思って、まあ、SNS も大事なんですけど、まあ、その女の子たちがやってることを自分に落とし入れて、やっぱ自分の視点ばっかりで見てたらなんか老けていきそうな感じがするので、若い子がやってることを真似していくように僕はしてます。そうだ、で僕も新鮮さを常に追求していくと、なんか新しいなっていう局面ってやっぱあるじゃないですか。街に出たりとか、インスタの写真でこの人の開き方斬新だなみたいなのはかなりアンテナ張って、新しいなと思った感覚のままその自分に落とし込んでる感じで、なんかありのままじゃない感じの新しさは常に追求してますかね。そういうのはやっぱリールとかその SNS で当たってる人のまず SNS 見て、あ、こういう価格が見やすいなとか、あ、こういうのってなんか自然と自分保存しちゃってるなっていうのがなんとなく共通してあるので、多分それって自分だけじゃなくて多分他の女の子とかもきっと保存してるものだし、
まあ、自分がアップした動画とかで、あ、これ絶対数字伸びるなって思ったやつとかってやっぱ自然と、まあ、その通りにっていうか自然なんか数字が伸びるからやっぱみんな感じることって同じなんで、やっぱ SNS とかで見ていいなって思ったものをもうパクるって感じですかね。で真似してその当たってる人にこう便乗するみたいな感じで自分の中にインプットしてる感じですかね。でそれを稲本さんはインプットして、一緒に働き始めたって4月からなので、この4月にオープンして それまで別に、まあ、知ってはいましたけど、そのどういう技術をやるっていうのは別に知らなかったんですけど、いやなんかいやマジで俺にはないものがあるなっていうのがやっぱりすごい感じたので、やっぱそれはもうすぐパクリできたなって顔周りカットとかも教えてもらったしやってますよね。なんかこう顔周りって女子ってやっぱすごい敏感なんだなっていうのが、まあ、みずほを見ててすごい感じました。お客さんとかやっぱみんなあれにして帰ってくるので、そんないるって思うぐらいちょっと衝撃だったんですけど、やっぱ女子ってやっぱ顔周りなの。めっちゃ大事です。まあ、結局みんな自撮りするにしろ何にしろ前か横かなんで、結局後ろ姿って多分気にならないんですよ。ってなったら一番大事なのは前髪の長さとか、そのどうしたら自分の顔が小顔に見えるとか丸く見えるとか、その縦長足だったらどう横に見せるかっていうのが結構大事だから、まあ、どういう接客したとしても結局顔周りの気がするし、自分もされてやっぱ一番気になるのって顔周りだから、そこはやっぱ押さえときたいなって思います、女の子のためにも。めっちゃ聞きます。だから顔周りカットしたいですみたいな感じで言われるだけだと、やっぱ結構ラインの出た顔周りカットがいいのか、それともこう今とかだったら韓国系が流行ってたりとかでこう毛流れ系の顔周りカットがいいのかって結構何種類もあって、それを大まかに顔周りカットしたいって言われてやっちゃったら絶対失敗するから、そこをちゃんと噛み砕いて写真何枚か出して、こっちタイプこっちタイプどっちがいいこっちみたいな感じで決めてますね私は。相手の心を見抜くことが大事かなと思って、意外となんかこう前髪とかなんかもうちょっと切りたいなっていう人とかって結構いると思うんですよ。それを気づいてあげることが大事かなと思って、やっぱカラーとかも、まあ、もうちょっと明るくしたかったなとか、やっぱ表情見せたら分かると思うんですけど、その表情にいかに感じるかっていうので、やっぱリピートっていうのが変わってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、どう？いやでも間違いないですね。意外と前髪5ミリもうちょい短くしたくて、いますよね、それって言えない人が 50% ぐらい、うん、結構言えない、ね、結構いると思う、うん、なんでそこは 目とどうですかの時のはいっていうその 間でちょっと感じながら読み取ってあげるのがいいですよね。顔周りカットのインスタっていうかで来ることが多いんで、その通りにしてほしくて来てるわけだから、まあ、その通りにしないとやっぱあなんかインスタだけだったってなって多分あんまり満足してもらえなくて絶対リピートしてもらえないんで、やっぱりその写真こういう写真になりたいって言われたらもう絶対にその写真にして返すのと、意外と顔周りって巻き方わかんないお客さんとか、うん、なんか私たちが巻くときは巻けるんだけど、その時って私たち目線で巻いてるからもちろん巻きやすいように巻いてるけど、実際家でそれをやってくださいって言ったら結構巻き方が難しかったりとかで再現できなかったってなって多分来ないとか結構あるんですよ。やりづらいってなっちゃって、でそれがめっちゃ嫌だから絶対に巻き方もしっかり教えて返すっていうのと、その巻き方もやっぱ自分目線じゃなくて自分がもしやるってなったらこのやり方が一番やりやすいからお客さんにもそうしてほしいっていう風にして、なんていうの、なんかスタイリスト側の目線じゃなくて自分が巻く側の目線になって教えて、でそうするとなんか前回の顔巻き方めっちゃ巻きやすかったですみたいな、なんか巻き方も教えてもらってやりやすかったですって言われることが多いんで、なんかそこはやり方もセットで教えるっていうのは結構心がけてやってますね。いろんなものを出し合った時にたまたま誕生日が僕が10月7日で、うん、で稲森さんが株式会社17で、みそが私6月27で7で、でそのキャッ
チーなので行こうっていうか、スペルで間違わないやつで行こうってなって、うんうん、3つぐらい出したの中の1つが並ぶでしたよね、うん、でした。まあ、シンプルに覚えてもらいやすいのと、うん、こう筆記体とかでも読みやすいみたい な, なんか、うん、と間違いがね必ずないっていうので決めました、うん、内容がちょっと違うけど、そうですね、でそれどういうサロンっていうより、まあ、髪をきれいにするのは当たり前で、なんかこうお客さんからあそこ行きたいなとか、なんか輝けるこうパワースポットみたいな、うんうん、なんか少しでもそれを思ってもらえてたらめっちゃ嬉しいなと思います。でもめっちゃ難しいですよね、この質問って。昨日寝れないぐらい考えて、いやマジめっちゃ考えたんですよこれ。めっちゃ考えたんですけど。でも結構挑戦っていうか試されてる感もめっちゃ伝わりますけど、やっぱスタイリスト3人ってなると、まあ上に2人いて私が一番下 で数字もやっぱ2人に追いつかなきゃってなると結構なプレッシャーが実際あったりとか。不安症だもんね。いやめっちゃ不安症なんですよ。結構ビビりなんでいろいろ考えちゃうし、でもなんかまあ挑戦しやすい環境と、まあスタッフに恵まれてるのもあって、まあ、ここまでやれてるのもあるし、まあ、もっといけるなって自分的にも思ってるから。いいね。ね、本当に今真剣なんでもまあ目の前の目標は自分の中で結構明確にあるので。お、まあ、それは聞いたことないんだけど。まあおいおい。ここじゃない、ここじゃない。ここじゃない。聞いたことないんだけど。まずソーダさんに追いつく、うん、まあ、まだ全然一回もう抜けてないんで、入ってバチバチにやってほしいよね。一回まだソーダさんの数字抜けてないんで。でそういうさ、なんかこう美容師って売り上げがあるじゃん、なんか2人でこうなんかあんの、うん、そういうバチバチ感みたいな。いや話したことバチバチ、お店のことを話すことはあるんですけど、うん、とかあと去年の自分とか、うん、悪いけどそんななんかバチバチはしてないです、うん、いやバチバチしてよ、バチバチしてよ。でもまあ心の中では思ってるね。そう、まあソースさんに追いつくのがまず目標だな、うん、じゃないです。多分意外とお互いの考えって通じないし、ソースさんと同じ土俵に立ってやっと同じ意見言えるかなって思うから、とりあえずソースさんに追いつく。自分にとってこのお店とはやっぱ自分自身なのかなって思って、やっぱこうすごい自分が逆になんか見られてるなっていう風にめっちゃこう4月にオープンして感じて、まあ掃除一つにしろ多分前の店より全然やってるし、なんか前の店って全然気にしてなかったんですけど、なんかめっちゃいろいろみんな思ってることってあるんだなっていう風に、まあ改めて感じて、まあいろいろ勉強になったっていうのもすごいあるんですけど、意見を言うにはやっぱまず自分がやらなきゃいけないなっていう風にこう改めて感じさせられた環境場所だなっていう、まあ、また新たな新しい第一歩だなっていう風に思いながら、でも自分の思いを伝えるっていうのは結構難しいなっていう風に日々感じてますね、うん、目標ですか。やっぱ目標は、まあ、2人に1店舗ずつ持ってもらいたいですよねっていうのはやっぱありますね。初めて来ました。本当にあんま聞かないですよね、山さんの。ガンガンやってほしいですよね。お客さんつけて稼いで、あのいっぱいいいものを買ってきて、やっぱそれを後輩に見せていってほしい、まあ、それがやっぱシンプルに一番分かりやすいのかなっていう、かっこいいのかなっていうふうには思ってますね。